ラミーヌ・コネは、フランス・パリ出身のプロサッカー選手。RC ・ストラスブール所属。ポジションは、ディフェンダー。2003年、LB ・シャトー・ルーの下部組織に入団。2005-06シーズンにトップチームに登録された。2007年4月27日の、モンペレ HSC 戦で、トップチームデビュー。2010年7月30日、FC ・ロディアンと4年契約を結んだ。 移籍金は100万ユーロ。2013年7月23日、新たに3年契約を結んだ。2016年1月27日、プレミアリーグのサンダーランド AFC に遺2月13日のマンチェスターユナイテッド FC 戦では82分に、コーナーキックを頭で合わせダビド・デヘアのオーンゴールを誘発、勝利に貢献した。 3月11日のエバートン FC 戦では2ゴールを挙げ、サンダーランドのプレミアリーグ残留に貢献した。デイビッド・モイーズの監督就任後、8月に移籍を志願したが、最終的に9月14日に契約を延長した。2018年8月1日、RC ストラスブールに買取オプション付きのレンタル移籍。U-20 年代までは、フランス代表を選択し、 2009年、地中海競技大会、2010年トゥーロン、国際大会等に参加した。その後校とジボワール代表に変更し、2014年に A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。